ニュース来た。ああ、これちゃんとマイクの音声になってるかな。大鍋本館さんです。ペイチャンネル。レイさんいらっしゃいます。さっきそばのさんいらっしゃってましたよね。いらっしゃいませ。近所、そうですかね。いや、多分 GPS がバレてたんじゃないかな、iPhone の。学生さんですか。いつもありがとうございます。ジェシーさんいらっしゃいませ。よし。フロアもうさっき3度目入りました。よし、押し入れに。何階の2階の部屋です。前泊まった時どこだったかな。お疲れ様です。民宿、旅館かな。ここは震災の時に津波で大変なことになったんですけど、今はなんとか復旧してる感じです。入浴、意外とですね、今日夜寒いんですよ。さすが東北。 あやめでございます。ジャンパーとかちょっと寒いんですよ。この格好で PC ずっといじってたら、この部屋割と寒くて。で、被災したお話ちょっとだけですね。で、あれはですね、室外機が津波の時に壊れちゃったんで、エアコン復旧してないんですよ。だから夏はエアコンなしで扇風機と外気だけでしのいだそうです。なので、観光客の人なんかは、観光客、いや、雪全然ないですけどね、観光客の人なんかは、事前に電話してきた時に、エアコンないですって言って、じゃあいいですっていうふうに断る人も多かったらしいです。そう。あれ、多分室外機全部買い直しになると思うんですよ。ということで、みたいですね。エアコン、不動。丘、あそこのホテルは復旧してますね。で、そうだ、あとさっきですね、座禅さんという方から嫁いただきまして、FMLE の設定ですか。なんだったかな。もう、設定してから変えずにずっとやってるん、あ、ずっと、固定したままやってるんで、すみません、覚えてないです。解像度あんまり高くない。352×288 で、確か 352×288 で、よし、3。飲むの、でも飲みきれないと思うけど。とりあえず飲みましょうか。体が温かいうちに。さっき風呂入ってきたばっかりだから。飲まれて飲んで。じゃあ。気仙沼さん。パッケージ、そうですか。ストロング8%ってこれビールよりどんぐらい強いんだったかな。とりあえずこのシークワーサーのチューハイを少しだけ飲みます。これ全部飲んだら多分明日に響くんで。パン、そうそう、らしいんですよ。なので、宿の人に言ったら、これ、柔らかいうちで食べた方がいいですよって言われたんで、今一個食べようかと。寝る前にこの、缶チューハイと、餅そうなんですよね。クリームパン。じゃあ、とりあえずいただきます。乾杯。3%、4%。ちょっとなんか酒の香りがすごいですね。焼酎か。焼酎の味ですよね、これ。これいかんな。これは、半分以上残すかもしれない。誰か飲み来てください。やばいやばい。で、じゃあパンの方は、明日餅食べるっていうのもあるんで、一つ今日いただきますね。座禅さん見られてるかな。座禅さんって人は明日お餅5個ぐらい行きたいんだけどな、1500円。酒。喉。本当にお酒の感じがすごいですね。で、気仙沼の、中心地というかの市街地かなっていうところに、から、嫁いただいた、座禅さんという方からこれいただいたんですよ。なので一ついただいてみたいと思います。ちなみにこれ本当に昔からあるパンで、なんだっけ、類似品に注意してくださいみたいなもののオリジナルらしいです。そう、気仙沼パン工房製造元。私が前来た時は、あれ開かない。あれ開かない。クリームサンドと酒。こっちに切れ目があるな。これは綺麗に開く。そう、髪伸びたんで切らなきゃダメですよね。
おお、このパンの感じ、給食のコッペパンみたいなやつ。体脂肪率かなり今高くなってると思いますよ。今日体重計測ったら66以上、7近くかかってるな。67いってたっけ。やばい。あの体重最盛期に近づきつつある。縦に裂きました。大丈夫でした。 14.3、 まだそんなもんですか。まあそうですね。そう、給食、そう、酒の魚というか、いや、酒はただ単に勢いで買ってきただけで、多分全部飲めない。じゃあ座禅さんいただきます。そう、体重がですね、平均以上あるんですよ、だいぶ。お、パンの値段は、あ、わかんないです、いただいたんで。あ、ピーナッツクリームだ。ちょっとこれオートフォーカスで見せよう、みんなに。身長16パです。67キロ、腹が結構最近やばいですね。こんなの。ピント、来た。来た。見えますかね、ピーナッツクリーム。柔らかいです。美味しいです。ん？調理？調理。明日も朝から一日行くつもりです、もう。もう12時ぐらいになったとしても、途中の道、走って、あの、いろいろ見ることの方が、なんか重要な気がしてきたんで。気泡が、これそう、ふわふわしてるんですよ、このクリーム。なんか出るんだ。夜中にこれ食うっていうのはかなりやばいですよね。そう、寝る前に食べるべき。本当にどうしようかと思ったんですけどね。そう、酒飲まないのに。で、あの、気仙沼パンをいただきながら、クリームサンド、気仙沼クリームサンドいただきながら、酒飲む。ああ、あまり飲むのやめとこう。酒強い。ほどほど、モデラトリーですね。ユースモデラトリーはあなたは通る。酒はほどほどに飲むか全く飲むなっていう、なんか英語の格言じゃないよな、きっと。単なる指針ですよね。明日何に出る？ああ、もうコメント流れてる。初見さんじゃないでしょ、あんた。いらっしゃいませ。パンほんと柔らかいな。これ23日までって書いてあるんですけど、もしかして今日製造のやつなんですかね。避けるぐらい強いんですか。そう、ユースモデラトリー。頭今んとこ大丈夫。でも多分すぐ来ると思いますよ。あ、コーヒーですね。あ、そうだ。ん？何見逃してる？あったかいお茶にしよう。ちょっとこれお湯もらって、お湯がその廊下にあるんで、もらってきます。製造日。まあいいや、出がらしで。戻りました。そのパン1個130円みたいです。あ、130円安いですね。名物にしたら安いな。お茶、あったかいものが欲しくなった。っていうかコーヒーも本当欲しいけどな。パンだったら夜の出がらしでだいぶ葉っぱが粉々の葉っぱが出てきてるな。朝食はあの頼んでます。ぐるぐるしますよね。よっと。で、緑茶と気仙沼クリームサンド。サンドって言ってもこれ割れてないですね。一応、これ中の生地に入れてから焼いてあるのかな。明日は50キロぐらい。なので、朝食配信か。朝はなんかそこまでできるくないんですよね。明日はですね、6時半に朝ごはんがスタートするんで、その前に自転車の準備しといて、で、7時ぐらいに本当は出たいです。お持ち帰り、あ、でもお餅持ち帰りは、美味しさ的にちょっと厳しいんじゃないですかね。
持続的、持続性、美味しさの持続性。うん、明日お帰りです。一関駅から。うん。あと、本当はついでだったら途中にあるゲイビケイトの見たいんですよね。確かゲイビケイって水曜どうでしょうで、あの、団子だか餅だかが、あの、対岸の店からケーブルみたいなんでガーッと降りてくるやつじゃないんでしたっけ。あ、こんばんは。ゲイビケイ確かそうですよね。あの、まあ、景観地なんですけど、うん、フロアも3回目入りました。うん、ずんだ。あ、ゲンビじゃなくてゲイビ。あのゲイは何て言うんだろう。なんか、ヘイゲイするっていう言葉のゲイの字ですよね。あ、そうそう、鬼の時。私もそっちしか知らないんですよ。元の方知らなくて。あの、なんだっけ。ファンと一緒に行く時の、ファンと一緒にその、あ、その甘いものの。うん、3回も。あ、この子は3回目。うん。なんか結構体が簡単に冷えちゃうんですよ。原壁はどこでしたっけ？うん。何時着？ああ、多分月曜になると思います。どうだろう。赤服予想。赤服は甘いもの好きの私でもいっぱい食うと多分耐えられないと思う。あれ、ミスター本当にすごいと思いますよ。あの、最近また、あの、水曜どうでしょうの、十勝十番勝負っていう、あの時のやつ見てたんですけど、あの帯広で、まあ、ミスターって水曜どうでしょうの出演者の一人ですけど、あの六花亭のこんばんは、六花亭のお菓子の、 あの6個とか入ったあのお餅を2箱食わされてましたからね。うん、会見実年齢、いやそうじゃないと思いますよ。あの髪の毛ですね、放送じゃ見づらいけど結構白髪がもう入ってきてます。最近あの白髪抜いたらもうだいぶ全部の白髪抜いたりなんかとてもできない状態で結構ショック。そう、インキーマンです。インキーマンどうでしょう。一番新しいやつまだ見てないんだけど、何歳。うん、水曜どうでしょう以外は前録画したやつをずっと見続けてるんで新しい番組見る記録がないんですよね。うん、金髪で一緒に見てる人がさっき来てるけどな。うん。あ、メガネ変えてます。いつから、いつかな。もう数ヶ月前に変えてますけどね。ん？飲み屋の白髪？うん、42歳です。美犬って白髪染でしたっけ？あ、酒さんいらっしゃいませ。ん？嫁さんがいらっしゃいますか？誰の？誰の？その録画見続ける。新しいものを見る気力が振り起こせないっていう。真っ白、ああ。今日あの、銀髪の人がいましたよね、あそこの。なんて言ったっけ。南三陸商店街の若い人いましたね、銀髪の。うん。あ、そう、最近40になりました。うん。今日マダムからは、自分から声かけただけですね。うん。私の嫁さんですか。まあその話はお用意しましょうか。うん、30歳ありがとうございます。また、うん、42歳サイクリスト、いや同じ年じゃなくてもいいですよ別に。あの年下でも全然平気ですから、平気ですから。平気って言い方は思いっきり上から言ってますよね。永遠の42歳嬉しくね。うん、いや1個で抑えます。今どんだけカロリーオーバーしてるか自覚してるんで。うん、年のカメレオンテが、あのそれだったら簡単に乗り換えましたね今回。うん、そしてまあ、うん、話す、うん、あ、ひやひや、あのさっき 夕飯を近くのあの復興屋台村っていうところで食ったんですけど、その時の放送であのおかみさん、あの、お好み焼き屋さんみたいなところに入って食べたんですけど、おかみさんにこうやって放送してるんですよってあの iPhone 見せて、そしたらのコメント全部おかみさんが読み始めて、やべえと思ったらもう手遅れで、あの、どうですか、あの、さっきの夕食配信で失礼なコメントってどのぐらいありましたかね。あ、ずっと一緒にいらっしゃいませ。ヒヤヒヤですよ、もう。あの、知らんぷりしながら油汗かいてました、私は。そう、
本当になんかヒヤヒヤしてました。あまりゲストはなかったですかね。ちょっとは良かったけど。うん。おう。ん？この。うん。美味しかったです。大丈夫でしたかね？ありがとうございます。うん。香港はでも、ありえなくはないかな。うん。あるはずない。そうかな？うん。全米返し。全米返し私は、もう今、見に来ていただいてるのはすごくありがたいんですけど、このコメントのスピードには全然追いつけない。うん。ん？何食べた？ずんだは何倍ぐらい？ずんだ今回食べてないんですよ。ん？みんなうまく猫、あ、ありがとうございます。助かった。下品声あったのか。すいません。意味わかんないコメントとかもありますよね、とか、フォローしてましたけどね。あなたですか？死ねばいいのに。いや、嘘。死ねばいいのにとか思ってない。うん。100回目の。自転車祭。まあ、長くやってるだけですけどね。心旅。何個目？あんたか。じゃあ、出入り禁止だ。で、チレジはありますね。チレジテレビ。うん。サンド放送でも食っちゃいました。酒はもうちょっとやめとこうかな。美味しさがわかんないから、美味しさがわからない上に、フルーツ分がですね、焼酎分が結構主張してきてて、割と苦手。うん。あ、パン美味しかったですよ。コッペパン的なやつ。有料テレビはないと思いますよ。あ、こんばんは。お部屋の紹介。あ、ちなみにこれは、頑張ろう日本の、タオルの350円のキャンセルして買った450円の入前復興商店街のタオル。随分手間かけちゃったみたいですね、あれ。店の人に。うん。独身貴族ならではだと思います。そう、ストロングしか置いてないんですよ、チューハイ。これは、ん？外？あ、でも寒いな、外は。GoPro Wi-Fi ついてないです。お！お！これをこうして、こう、あれ？どうだ？こう、こうか。ん？兄弟、鏡合わせするとなんか、夜向こうから悪魔がやってくるとかなんかそういう、どうなってんの？こう。こう、合わせ鏡、こうか、こうか。こんな感じですかね。これ、この角度ですかね。おー。いいな、いいな。わかった、すいません。そう、回廊を通って夜、悪魔が来るらしいから。っていう話を見た覚えがあるんだけどな。でも、こんな風に取り付けたのって珍しくないですか？私は初めて見た。そう、深夜の汗かかんに。ちょっと待ってください。これ。オートフォーカスだったままだ。夢。よし。富士通、あ、この PC ですね。本体が新しくなった PC でございます。いや、配信、なるほど。なるほど。で、これは、旅館なので、宿の人に敷いてもらったお布団です。初めて。ああ、柔らかい、ふなふなしてる。毛布がふなふなしてる。エッチするときに開けるんだ。これ表側がこうやってふかふかしてても寝るときは中に入るからな。あったかい。ちょっと体をこの毛布に接してるのがあったかいもんで動きたくなくなってきた。ハメ取りっぽいですか？これがハメ取りか。よいしょ。あ、確かに部屋はちょっと小さいかな。6畳ぐらいはあると思いますけど。ん？何の写真？もさもさ。今日はですね、私かなり眠たいはずなんですよ。さっき iPhone いじってたらうっかり寝そうになってた。眠りたい時に。フカヒレ食ってないんですよ。フカヒレラーメン引かれたんですけどね。
うん、あ、お風呂入りました、3度も。酔っ払いました。お、こんなところに。あ、そう、今日座禅さん、トツしてくれた座禅さんは、スカイのジャージでしたよ。ロボさんに影響されてって言われてたけど、本当かな？本当かな？私のやつよりも少し シアンがかった方の色だったかな。スカイの青色が。そう、3度も。そう、いい部屋を独り占めでございます。お、名刺はですね、うん、座禅さんに渡して、あとその後、宿の人に、なぜ座禅さんがやってきたかを説明するために、名刺渡しました。こういうことやってましてっていう。だから、もしかしたら今見られてるかもしれない。宿のですね、多分息子さんご夫婦じゃないかと思うんですけど、割と若いご夫婦の人が、さっき、受付のところに、受付に、おられたので、いらっしゃったのでか。こう見えても。影響ですか？いかがです。あ、宿のホームページはあるんですけど、情報は更新されてないんですよ。うん、明日のおちサミットです。イエスノーマクラ。が、どっちかどっち？あ、納豆も作りたいです。ただ、今日なんか本当に昼前に売り切れちゃったらしいんで、で、今日のその失敗を糧に、明日しっかり餅がたくさん用意されてることを願うばかりです。で、ちょっと表、廊下出てみましょうかね。忘れないようにポタファイ持って。更新忘れてるんじゃなくて、多分その、ホームページの作成を依頼してる、業者の人に、その、追加で仕事をお願いする余裕がないんじゃないですかね。まあ、お金の話なのかどうかわかんないですけど。イエスか。ちょっとじゃあ廊下出てみましょうか。音量下げたから。持ちがですよね。ちょっと暗すぎるな。調整しよう。椎間板。よっ。こんなもんかな。納豆餅、私は食ったことないんですよ。こちらアンバサダー、さっきここでお湯いただきました。見えるかな。あ、廊下もそう、絨毯みたいな。で、そうそうですね。で、津波はこの2階まで上がってきたそうです。今2階なんですけど、で、今そっちの下にお風呂とかあるんですよ。11時まで入れる。磯辺焼きか。磯辺焼きはでもいつも食べられるから、危険ですので、お客これより上は立ち入らないでください。お、見えてないですよね。何が、あ、そう、津波、本当にここまでは来たらしいんですよ。大丈夫です。ピザ餅、あ、ピザ餅ってあったっけ。あと20分。ん、何があと20分。津波が、そう。で、宿のおかみさんは、3階まで上がって、で、津波が引いていろいろ持っていった後に、高台に逃げたんだそうです。ん？そう、ほんと津波の話は調べれば調べるほど恐ろしい。今回の旅で、そう、まだ、気仙沼とか全然復興とか、以前の話でしたよ。頑張って拾う。ちょっと待ってください。そう、本当に被害に遭った場所です。しかも前泊まった場所なんですよ。この、前泊まった宿なんですよ。宿泊者結構いました。家族連れみたいな人が一組と、車で来た、男性が一人、一関から今日車で来たんだそうです。宿泊客は、少なくとも2グループというか、1人と1グループはいる。同じ部屋じゃないと思うな、多分。そう、同じや。あ、飯は今、夕食はもう提供できないんだそうです。中学生だらけ。そうだっけ？あ、そうか。下校途中の中学生がいっぱいいたところですね。よいしょ、にぎやかな。で、少なくともその、一人で来てる車の人とは、フロント機に
あったので、そこで話をしたんですよ。知ってるね。全くですよね。ニコ生で2年前の放送を覚えてるっていうのは、そもそも2年間も放送やる人って、私が知ってる範囲だとあんまいないですからね。そう、だからロボマニアっていうのも、なんかお恥ずかしいですけど。自分によく覚えられてるな。あ、充電大丈夫です。充電は、あそこ、あれ、ここでやってます。引退、ああ、でも、この自転車旅行の楽しさを伝える方法として、いつまでもこれやるかどうかわかんないです。最近ユーストの方にも、ユーストじゃない、YouTube か、YouTube の方に曲げてますからね。で、じゃあ明日の話を、あ、もう、特に、ネタないけど、今日早く、そう、マリオさんも、マリオさんも全然放送しないのかな。ライダーハウスの、あ、鍋ってそうか、お祭りさんそうか。これは明日の予定ルートです。私ですよね。私はそもそも自転車趣味が先にあって、放送はそれを人に伝えるための手段なんで、放送やめても自転車旅行はやめないんですよ。何行くのが。お酒、いやもう飲みきれないな。これはですね、朝できる、7時半頃多分こっちを出て、で、現地に着くのは12時ぐらいになるかな。距離50キロちょいです。アップダウンはそんなにひどくないです。つべのアラート。うん。あ、マリオさんの。マリオさん、ブルベとあと、太陽の写真と、あと食事の写真とかもよくツイートしてますよね。あ、餅サミットっていうのは、餅サミットで検索してみてください。ひらがなの餅にサミット。それですぐ出ます。で、餅サミットっていうのは、これツイッターとか、あなたのこと、私が嫌いって言った人なのかな。今日は予想外に、濃かったですね。餅サミットは、ファンタオレンジ。ちょっと待った。餅サミットのツイート今ざっと見てますけど、これか。明日の予約放送、あ、そうだ。どうしようかな。あ、そう、あとこれ。ちょっと人のツイートからの写真なんですけど、中東、中東北って読め。7カ国何が立ち見これが餅キャラクターなんですけどね。で、お餅していますっていうのと、あと、面白いとか言わなきゃいけないんですよ。この餅サミットに賛同する人は。面白いイコール面白い。一期一会は、もちごもちえって読まなきゃいけないらしくて。で、放送できるかどうかはちょっとわかんないです。現地に行って聞いてみます。受付で。3時、12時には着くと思います。多分。あ、スマホこれ、これは iPhone は AU のやつです。KDDI。うん、ごはんくん。あれ、ワンコそばとかも全部同じ、見た目のキャラクターなんですよ。餅は高カロリー、そうですね。で、その餅サミットのなんか、ページのどっかにさっきの餅言語あるんですよ。おもちろい。もちろんおもちろい。もちごもちえとかいうのがわざわざ書いてあるページがあるんですよ。明日はですね、7時半頃多分放送を始めると思います。ちょっと予約する自信はないな。ネタ?あ、そう、8万円の。じゃあ、ありがとうございました。あと30秒あるから、まだ早いな。お疲れ様でした。明日は、お餅サミットは最重要ではあるけれども、途中の道も魅力的なんで、そこを走る放送が多分メインになると思います。じゃあ、早く起きます。ありがとうございました。じゃあ、おやすみなさい。顔赤い、もう赤い。